初日に店長に、まあ、怒鳴られ、怒られ、初日にも泣いて働けなくなったりしてしまうことがありました。忙しい月は、私は始発から夜中2時まで毎日働き、そのまま店舗で仮眠を取り、次の日も朝6時から夜中2時くらいまで働くということもしてました。事実を知っているにもかかわらず、私に関して休日出勤や深夜残業、休憩不取得などほとんど認めてくれてません。私が必死に働いた時間を認めていただきたいです。